掴んできたな。じゃあかけるか。じゃあ2回2回走って、2回走ってどちらか9位以内、どうでしょうか。9位。いや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 、あのさ、感想だね、スリップしたら終わりだよ、その時点で。9位ってむずいからね。あ、じゃあかけるな、かけるな、かけるな、お前らは。かけるな。むずいからね、9位以内も。多分一回スリップしたらだってそのあれは終わりだから。結構むずいわな、マジで集中しないと。これグラボ大丈夫かな、一生燃えてない俺のグラボ。いやいや、これうまいよ、これでさ、はいってさ3倍4倍ぐらいあるわけ。いいんか。いや、もうスリップしてもとか込み込みだからね、もう2回以内に9位以内を取れるかどうか。2回スリップしたらもうその時点で終わりだから、2レース。じゃああと1回やね。ちょっとコメント消すわ、うるせえ、うるせえんだ。集中する、マジで。コメント消した。もうこれ自分との勝負だから、こんな。12位で走ってる F1 レーサー、こういう気持ちなんだろうな。戻ったら SNS でやっぱ何言われるか、ヒヤヒヤしながらもうラストラップ走ってんだ。マジでやめな、相手がプロだからってさ、何言ってもいいわけじゃないんだからね。ましてやプロじゃない一配信者に対してはもう当然よ。すいませんでした。ちょっと思った以上に手強かった。
ったっすね。いやー、世界の壁感じた。世界の壁感じたわ。甘かった俺が。